源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ。桜人、桜人とは、桜人とは、源氏物語の古注釈公害書、源氏物語巻名目録や、源氏物語固形図などの一部に現れるかつて存在したが、今は内容が失われてしまったと考えられている。源氏物語の巻名である。花見の名で呼ばれることもある。 源氏物語の関数は、現在は五十四巻とされているが、古くは六十巻とされる場合もあり、ある時期まではその範囲や内容は揺れていたと言える。やがて、源氏物語が古典、聖典化するとともに、青表紙本や河内本の制定など、本文の正規化が進むことになり、それとと,ともに、どのような範囲のものを源氏物語とするかについても、不確定な部分が消えていき、 この桜人や、スマモル、輝く日の宮など、原稿の54条に含まれない薪は、源氏物語から除外され、やがて本文も失われていったと考えられる。桜人は、以下のような、様々な資料に、様々な形で現れている。源氏尺においては、桜人は、玉かずらの並びの薪の一つとして薪柱に続く、位置に薪名を挙げた後との注釈を加えた後、 以下の13項目について、とあるは、等として、本文を挙げた上で注釈を加えられている。なお、同じ原磁石でも、冷静やしぐれテー文庫本では、巻柱巻きの記述の次に、桜人の巻名のみが記されて、少し空白があるだけで本文の引用や、注釈などが何も記されないままに時間である、倍子巻きの注釈に続いている。鎌倉時代に作られた。 源氏物語の注釈書である、光る源氏物語賞とも呼ばれる、日本指名賞では、巻柱に続く位置に、桜人の巻名は挙げられていないものの、前田竹る教格文庫本源磁石で、桜人の本文として挙げられているものとほぼ同じ文章が挙げられ注釈を加えられている。源氏物語難問とは、源氏物語の巻名を読み込んでいった、原熟用漂白や、 源氏物語漂白に類似した内容を持つ願文であり、以下のような特徴を持っている。桜人の巻は、源氏物語の巻所の中では、のいずれかに置かれている。風巻慶次郎は、武田総春の玉灰系後期一括挿入説を修正する形で、同説における玉灰系の巻と、多くの古注尺等に現れる、並びの巻のズレを解消するために、 この桜人を現在の玉カ十ラ条イコール玉カ物語の原型だったのではないか。玉カは玉カ十ラ条の残り九条と共にもともとは桜人の並びの巻であり、桜人が源氏物語から取り去られたために玉カ十ラ条の残り九条が玉カの並びの巻とされるようになったのではないかとしている。 しかしながら、源氏尺においてわずかに伝えられている本文からすると、夕顔の娘イコール玉カに対する求愛の歌と、見られるものがあるなど玉カに関わる物語が、記されていたと見られることからこの、桜人は、玉カ系に属すると考えざるを得ないため、桜人を、武田説の言うところの、原源氏物語イコール、紫情景の中に存在したと考えることは、 できないとする批判が存在する。なお、桜人の内容については断片的な資料しか存在しないため、断片的なことはある程度判明するとしても、桜人の全体像を復元することは不可能であるとされている。桜人の他にも、サムシもモスカミなど、源氏物語に含まれる巻きとして存在したが、今は内容が失われてしまったと考えられる巻きがいくつか存在する。 特にこの中でもスマモルは、桜人の登場人物である蛍兵部境遇の子孫たちの物語であり、多くの文献で同じように、源氏物語に含まれるかどうか疑問のある薪、紫式部が書いたのではない薪などとして、同じように扱われ、同じように内容が失しなわれてしまったという点から、考えても何らかの密接な関連を持っていると考えられている。稲賀刑事は、 桜人巻に、ホタル兵部境遇と玉数らの間の話だけではなく、スカミの登場人物である、スカミ三位につながるホタル兵部境遇の子である、玄山美の最初の妻との結婚やその子すまもる姉妹の出生と母の死亡や玄山美の先妻の妹との再婚といった物語が描かれていたのではないかと、している。サムシロは、桜人のように本文とされるものもスカミのように、 内容を推測させる資料も全く伝わらないが、しばしば、つかみや桜人と並べて、かつて存在していた、あるいは後人の作った薪の名前として伝えられており、いくつかの薪名目録においては、あずまやや浮船の薪の並びの薪とされたり、異名とされたりしている以外に、しばしば、つかみや桜人と並べて記され、これらと同種のものとして扱われている。ありがとうございます。